防犯カラーボール防犯カラースプレー防犯ブーザーの一例全国防犯協会連合推奨品市販されている特殊警棒。右は縮めた状態デモンストレーションによる催涙スプレーの使用鍵をつけた状態のクボタン防犯装備とは主に個人が携帯所持する防犯用品を指す防犯グッズとも言うこれらは 防犯機器でも個人が携帯して犯罪などよりの難を逃れるために利用する道具で持ち歩くことを前提とするため電池などで駆動するものや動力を必要としない物品である。ただ、中には実質的に一種の武器とみなされるものもあるため、単純にこれらを大量に持ち歩いていればそれだけ安全というわけでもなく、逆に無用なトラブルを避ける上では、 必要十分にして過剰ではない範囲という面も存在する。防犯機器を大別すると設備としてのそれと防犯装備に分けられる。防犯設備は主に防犯カメラや防犯灯あるいは磁気スイッチや窓ガラスの破損を検知する音響センサなどを利用したセキュリティシステム機器など設置内し固定する装置類などだが、防犯装備は個人が所持。 携帯して使用する。例えば、能動的手段である、警防、特殊警防といったものから、被し小性ではあるが、やはり攻撃的手段である、催涙スプレーや、スタンガン、また受動的だが、効果的に防御力を向上させる、ボディアーマー、防人ベスト、防人手袋やヘルメット、盾といった防具、また警笛や防犯ブザーのように周囲に助けを求める、ための道具、カラーボール、 防犯カラースプレーやカラーボール発射器一発チェッカーといった被害を最小限に抑えつつ逃走する犯人を追跡可能にさせ検挙を助ける道具があるこの他にも犯罪を未然に防ぐ防犯という意味で犯罪行為に使われかねない危険な物品の有無を探査する金属探知機やミリ波パッシブ殺造装置や後方散段 X 線検査装置 盗聴探知機などの器具もあり、護身術の範疇では米国などでは、銃などの積極的な攻撃用の武器が、日本では実質的な武器は過剰防衛にも見なされることから、必殺傷性で犯罪者から逃れるのを助ける道具が利用されるが、より抗議には警備用などで用いられる。各種機器が防犯装備の範疇に含まれる。 その延長で非常時には持ち出して利用する差し股のような道具、パンフレットスタンドやカバンに偽装した盾などもあり、こと日本でも2000年代より、通り魔や不審者、変質者といった問題もあって、学校施設を含む公共施設などに配置されている。日本では防犯装備の購入は自由だが、正当な理由なく隠して傾向すると、軽犯罪法違法とされ、取り締まりを受ける場合がある。 警防については、正当な理由なく隠匿し傾向すると、いわゆる軽犯罪法や、生活安全条例などに違反する場合がある。これは同時に、適正とみなされる範疇での傾向もあり、例えば現金輸送などの危険が伴う業務では、取締りの対象にならない場合もあり、それは状況によって、司法関係により崩壊なかを判断される。法律するように、 ある程度攻撃的な装備であっても状況やそれら装備の性質にもよって一般市民での傾向も必ずしも違法行為と判断されないケースも見られる。その一方、こういった機器は非常時に際して確実に動作することが求められる。しかし機器である以上は故障や不良品などできちんと動作しない可能性もあり問題の拡大が懸念される。そのためにも 定期的な動作チェックなどといった工業製品一般よりも機能維持に留意する必要性も見出される。ありがとうございます。